それではファンの皆さんの元へ参ります。今回がやっぱりキーになるのがピアノということですけれども、ピアノのシーン、あの情報も出てましたけど、本当にご自身で弾いてらっしゃるんですもんね。はい、すごくないですか。本当半年間のね、うん、練習しましたね。はい、本当素晴らしい。いや、しかもなんかこう一生懸命やって弾ければいいわけじゃなくて、坂口さんの役の場合、なんで弾けるんだろうみたいな。そうですね、その心臓をいただいて、自分が今までこう触ったこともなかったピアノだけど、うん、そこに自然と手が伸びて、はい、もう急に弾けるようになっちゃう、なんかそこでの戸惑いとかもあったりはしたんですけど、はい、そこを表現しながらの、だからもう完全に体の中に染み付いてないとできないことだろうなと思って。そうですね、すごい練習だったのかなと思うんですが、あれからは弾いたりはしてないんですか。あれからは全く全く、はい、でもあ、まあまあまあ、まあ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 、はい、なるほど、わかりました。でもなんかあれですね、今日なんかステージに何かありますね、皆さん。ライトかな。いやいや、ライトじゃない、ライトじゃないですか。なんか左見ていただいたら綺麗な海が、海もあるんですけど、その手前ピアノが、いや、そうなんですよ、本当にもうちょっと本当にどうしましょうクランクアップして、はい、ああやった、ピアノから解放されたと思ってこの前プサン国際映画祭でピアノ弾いちゃうってなって、はい、ちょっと練習しなきゃやばいぞと思って、はい、そっからまたちょっと練習したんで、終わってから全く聴いてないわけではないんですけど。そっから決まったんですか。そうです、そうです。じゃあもう1ヶ月前ぐらいですかね、かなあ、うん、プサンの時はそうでしたね。じゃあ今日のこのために練習してくださってるんですか。そうそうそう、そう、すごくないです皆さん。でも皆さんちょっと お手柔らかにお願いしますね。お手柔らかに、うん、はい、ちょっと手が冷えちゃってるかもしれない。ちょっと手が冷え、いや寒いから脇で、ね、手冷えますもんね、はい、じゃあもうなるべく早く今弾いた方がいいですね。そうですね。じゃあ準備の方じゃあしていただいて、はいはいはい、有村さんは実際に、あ、はい、そのままの場所で大丈夫ですよ。はい、はい、有村さんも間近で、うんうん、ね、そのピアノを見てこられたと思うんですが、はい、うん、すごい難しいアレンジとか入ってません？いや、そうですね、うん、もうどんどんその練習、先生と練習されていく中で、はい、あ、ここまで弾けるんだったらもっとこうしよう、ああしようっていう、どん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 プラスアルファで、できるからこそ、できるからこそやられてたみたいな。もう早くやった方がいいですねずっと手を温めてらっしゃるから。では準備の方よろしいでしょうか。うわ、皆さん貴重な瞬間です。ぜひじっくりとご覧ください。では坂口さん、よろしくお願いいたします。頑張れ。
すごいすごいすごい、ちょっとすごい寒さじゃない緊張と、うんうんうん、ちょっとまあ ねちょこちょこ踏み外しましたけれども、うん、いや、はい、めっちゃグッときませんでした。なんかもう、ね、泣いちゃった、なんかすごい。いやいや、大丈夫だった、ちょっとやべっていう時が時々あったんですけど、もう何のブランクも感じません。あ、本当、いや、はい、本当になんかこのためにね準備してくださったっていうのがもうすごい嬉しいし、すいません、ちょっとつたないものをお見せ、いやいやいや、お聞かせしましたけれども、配信はもうすぐ、もうですか、なんとですね、しかし見てください、ただいまの時間、うん、5時5分です。わ、なんと5時から世界同時配信が始まったんです。始まりましたね。ということで、実はですね、それを記念いたしまして、ちょっと特別なお祝いをこれからしたいと思います。なんでしょうね。ワクワクしますね。ね。皆さん喜んでいただけるんじゃないかなと思いますけどね。これから特別なお祝いが起こるんです。いいですか？一緒にねカウントダウンしたいと思います。あと30秒です。何でしょう、なんか どことか言わなくていいですか？どことかも言わない方がいいですよね。ね、はい、どこって言ったら何かちょっと想像しがちになりますね。で、あとか言ってね、皆さん全然違う。10秒からねいきますからね、せーので、僕がせーのって言ったら10で始めましょう。いきます、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あー、すごーい、本当にすごい、本当にすごい花火だ。主題歌もね、とってもこの物語にいい影響を与えてくださっていて、でこの花火も合わせてちょっとグッときちゃいました。もう本当に、まあ、去年の夏から撮影が始まって、こういろんなこう試行錯誤をしたりとか、いろんなこう話し合いをしながらすごく丁寧に作ってきた作品なんで、なんだかね、あの作品ってやっぱりこう作った後お客さんの手に届けられた瞬間にやっぱお客さんのものになると思うんです。だからちょっとこう、まあ、配信がね5分10分前ぐらいに始まって皆さんのものになったんだなって、ちょっと寂しい気持ちもありつつ、でもこういろんなことをこの作品を見て感じ取ってもらう喜びもありつつ、奥の方の皆さん、みんなの皆さん大丈夫ですか？あ、今手振ってらっしゃる、あちらの方にお願いいたします。